流縁軍は朝鮮民主主義人民共和国公会、南道に属する軍。衛星社新に死の公会に伸びた、流縁半島を抱える軍で、北に長渕軍、東にコケナダ軍と境界を接する。流縁半島の突端には、朝鮮串の岬がある。半島北岸には、夢金浦の町があり、朝鮮串から続く砂丘は名勝地として知られる。半島南岸は、 大東安を隔てて、加滅半島と向かい合っており、旧三浦がやはり継承地として知られている。朝鮮串の沖合には、大韓民国が実効支配する白島がある。一遊二十里を管轄する。それ教会、1895年撮影も、ともとは長渕軍の一部であった。朝鮮のキリスト教史上では、百八十四年にプロテスタントの教会堂が、 初めて建設された土地として知られる。中国で受選した朝鮮人神徒助将ンらによって、流縁半島南岸の旧三浦付近に初めて建設されたソレ教会で、バプテスト派や長老派の宣教の拠点となった。1952年、北朝鮮の行政区画再編により、長渕軍南部が分割され、流縁軍が編成された。 この節の失点無近法では経営者を算出する。ありがとうございます。